教育心理学は教育的な視点から心理学を応用しようとする学問である。教育心理学においては、主に入児期から青年期にかけての人間の精神を呼び、知能の発達や人格形成などと教育の関係を取り上げる。また、教育過程の諸現象を心理学的に明らかにし、効果的な教育の方法を見つけ出そうとする。さらに、 教育の場面に現れる問題を一般心理学の検知から解釈し、実際の教育に応用しようとする。主なテーマとしては、成長、発達、学習、人格、適応、評価、学級、教師と児童の関係、教家の心理、特殊児童の心理などがある。発達心理学につながる部分も多い。日本における教育心理学の研究の歴史は古く、学会として 日本教育心理学会があり、学術雑誌、教育心理学研究を発行している。なお、教職過程において、教育心理学は、教育の基礎理論に関する科目で扱われることが多い。教育の過程で、人の心の中が変わっていくことは、確かなことである。教育の中における心の変化の主要な部分は、認知の発達である。認知とは、 最も簡単に言えば、ことものについて知ることである。言い換えると認知とは、外界からの情報を入力し、加工し、行動へと出力する情報処理の過程である。ありがとうございます。